今日はです、ね、2021年シーズンの J リーグの日程が発表されました。このニュースとザーゴ監督のインスタグラムでですね、鹿島の自宅にいる様子をアップした写真が上がっていました。その写真の中にホワイトボードが映っていて、そこにおそらく2021年シーズンザーゴ監督が考えている構想があったので、そこをちょっとこう まあ僕なりに、えー、まあ推測してみようかなと思います。はい。で、まずその日程の方なんですが、まあ先ほど発表がありまして、まあ当初開幕戦のシメデスパルス戦、ホームでやるゲームに関しては、えー、まあ以前、も早い段階で発表があったんですが、2節以降とドルバンカップですね、ここの予選の日程が発表されています。で、カシマントラーズは、まあ第2節はですね、えー、ガンバ大阪をですね、上で戦うということになりましたので、まあその以降の日程もね、まあ全部出てます。 でルバンカップに関しては、コンサートオレ札幌、ダビスパ福岡、あとサガントスでしたね、えーとまあ。予選リーグでぶつかるという形になっています。はいでまあ、日程はあの概要欄に鹿島、えー、アントラーズの公式のホームページのアドレスを載せておきますので、まあ、そこから日程、結果ってところに入っていくと、えー、もう全部の日程が見れるようになっています。はいでとかなり 前半戦なんですが、こ、まあ、今年オリンピック開催予定ということで、えー、かなりですね前半戦にこうリーグ戦とルヴァンカップの予選がもうぎゅっとこう詰まった日程になってますんで、中2日、中3日っていうのが結構お続きます、なので、えっと、非常にこう、まあ、開幕ダッシュが重要になりますし、えー、まあ選手層がかし暑いので、まあ、そこをうまくね選手をこう使い分けながら、えー、乗り切っていく必要性があるかなと思います。はい でその中でザーゴ監督が鹿島、えっと、の自宅にいる様子をですね、えー、写真をアップしてましたでその写真の中に、まあ、おそらくザーゴ監督が、まあ、構想を練っているだろうというホ、まあ、ワイトボードにですね、えーまあ、各ポジションの、えー、振り分けをされているような、えー、ものが映ってましたのでちょっとそれを元にちょっとに個人的に、えー、推測してみたいと思います。 でちょっと見にくいでくて申し訳ないんですけど、一応そのザーゴ監督の、まあ、家に映っていた、まあ、ホワイトボードには、えっと、ゴールキーパーは4枚、で、右サイドバックが3枚、で、真ん中センターバックが4枚、で、左サイドバックが2枚、で、ボランチのところが6枚、で、右のサイドハーフが3枚、で、左のサイドハーフが4枚、で、前のフォワードのところが5枚という形で、えっと、まあ、あの、 こう、えー、振り分けがされてました。なので、おそらくザーゴ監督は、まあ、そういった形でポジション、に使うメンバーを決めていってるのかなと思います。 で、まあ、ゴールキーパーは、まあ、これはまあ言わずに、えもう分かると思うんですけど、まあ、オ選手とクオンステ選手、で、山田選手と早川選手の4枚ですね。で、右サイドバックは、まあ、3枚っていうのは、まあ、おそらく、小泉選手、広瀬選手、常本選手であろうと。で、センターバックは4枚は、町田選手、犬飼選手、関川選手、林選手。で、左サイドバック、これ2枚は、長戸選手と杉岡選手。まあ、ここはまあ、大体予想がつきますよね。 あと、ボランチの6枚のとこなんですけど、ここはまあ、ミサオ選手、小川選手、レオシルバ選手、えー、ピトカ選手、えー、長木選手、と、あと、船橋選手ですね。えー、この6枚であると、いうこともまあ、予想できます。で、ポイントなのは、この前なんですよね。で、右のサイドアップは3枚、で、左のサイドアップ4枚、で、前フォワード5枚という形で、まあ、振り分けがされていたので、 おそらく右に関しては、アラーノ選手、松村選手、アルトゥル・ルイキ選手を持ってきてるのかなと思います。で、左に関しては、土井選手、須藤選手、荒木選手、泉選手、この4枚かなと。で、前の5枚が、エベラウド選手、上田選手、白崎選手、染野選手、遠藤選手を、 おそらく振り分けてるんじゃないかなと。これはあくまでも個人的な見解なので、あのー、間違ってるところもあると思うんですけど、かなと思います。でただですね。と、これ前の5枚っていうのが、おそらく遠藤選手と白崎選手はまあ、昨年のように1.5列目、えー、という形でえっ、ー、と使われるという。ところで、フォワードの5枚の枠に入ってるのかなと予想してます。ただ、ここにはまあ、土井選手が入る可能性もありますから。まあ、遠藤選手、白崎選手がこのサイドハーフで考えられてるって可能性も十分にあると思います。 で、ソメ選手に関しても、えー、右のサイドで使われるケースもありましたので、まあ、そこでの起用を考えていて、もしかしたらアルトゥールイキ選手を1.5列目っていうふうに考えている可能性もあると思うので、ちょっとここの前のところは、だいぶこう変動していくとは思います。あのー、まあ、試合の状況によって、ポジションも当然、そこは臨機応変に変わってくると思うので、あのー、まあ、確実なことはちょっと言えないんですけど、おそらくこういう枠組みで、えー、ザーゴ監督は、 考えてるんじゃないかなと思います。はい。なので、あの、かなりね、選手層は厚いので、あの、まあ、誰が出ても、あの、しっかり戦えるという、まあ、選手が各ポジションに集まってると思うので、ま、盤石の戦いが、え、2021年シーズンはできるんじゃないかなと思いますし、まあ、さっき言った、まあ、日程が結構、オリンピックの関係でハードになってますんで、まあ、そのハードな日程を乗り越えるだけの、選手層は十分あるかなと思います。はい。 でただですね、とレオシルバー選手はかねてからまあ報道があった通り、ちょっとまあコロナの感染ということで、まあ、合流が遅れると思いますし、まあ、合流できてもそこからコンディションを上げるまでやっぱ時間がかかると思うので、 ちょっと開幕とか最初のところは、レオシルバー選手間に合うかどうかがわからない部分もありますから、まあ、そこは長き選手、三沢選手、この2枚を中心に、えー、最初は戦っていくんじゃないかなと思います。で、ピトカ選手の合流、まあ、チームの連携がどれだけ深まるかによって、まあ、ピトカ選手が絡んでくるかなと思います。で、前のところも、まぁ、カイキ選手、とアラノ選手、えー、まぁ、アラノ選手は大丈夫ですね。まぁ、カイキ選手に関しても、 まあ、ちょっと合流がいつかまだわからない。まあ、2月7日以降の入国になりますので、まあ、そこからどれだけチームに馴染めれるかってとこを考えると、ちょっとシーズンの最初は、えー、少し難しいかなっていうのもあるので、まあ、ラーノ選手であったり、ドイ選手、えー、まあ、荒木選手、泉選手、えー、この4人を中心に、まあ、うまく戦っていければなってところはありますね。はい。というところで、えっ、ー、と、まあ、2021年シーズンが決まった、日程が決まったっていうところと、あとは、まあ、あの、 ザーゴ監督の、まあ、インスタグラムに映っていた、まあ、ボードの,のポジション別の振り分けというところをちょっと考察してみました。はい。えー、まあ、ここからね、あの、まあもちろんキャンプだとかによっては、まあ配置とかも変わってくる可能性も全然あると思うんですけど、まあおそらくこういう形になってくるのかなと思いますね。はい。というところで、えっと、今日はね、えっと、シーズンの日程と、えっと、ちょっとまあ、 まだ見てない人は、あとザラゴ監督のインスタグラムの方を見ていただくと、あの、ちょっとこう、後ろの方に、あの、ポジションを振り分けてるような、え、ボードが映ってたりしますんで、ちょっとよかったら見てみてください。はい。ということころで、ちょっと今日は、えー、こんな感じで動画を終わりたいと思います。また、えー、ニュース、動き等があれば、え、動画にしていきますので、よかったら見てみてください。